も冷たい。なんかいや手つけてらんないぐらい冷たい。水温の表し方がわからん。皆さんこんにちは、サバイドル白鶴ベースへようこそ。今日は雨竜ゲートパークにやってきました。上にね、なんか湿原の綺麗なところがあるらしくて、今日は登山でございます。イエイ。いやー、白鶴さんのチャンネルで登山ができるとはめっちゃ楽しみです。ただここは北海道、クマが出るんですけど、その中でもあのヒグマさんが出るということで、いろいろ対策をしてきました。クマ鈴と、あといつものスプレーと、あと発煙筒も、これあの北海道の漁師さんがおすすめって言ったんで、発煙筒を持って用心しながら行ってきます。では行きましょう。今登り始めてすぐなんですけど、結構日陰があって、木陰があって涼しくて歩きやすい感じです。道もね、このなんか砂利みたいな感じで舗装されてて、なんかスイスイって感じです橋です。かっこいいな橋、こんな感じ。おー、川がある。結構渓流釣りとかもこの辺できるって聞いてるんで、それもやりたいなと思いつつ自然を見ております。湿原の入り口まで2200m。 まずは滝があるのかな、行ってきます。結構山道ですよちょっと歩いてきたらさらに川が、おお、冷たい、めっちゃ冷たい。なんかいや手つけてらんないぐらい冷たい。水温の表し方がわからんおお、いいとこ、かっこいいですね。昨日雨が降ってた分、水が豊富なのかなっていう感じですね。湿原はルートこっちなんですけど、どうやら白竜の滝今白つぶく出てきた白竜の滝っていうのが下にあるそうなので、無事向いた先行ってきます。どんな崖になっているやら、結構急そうです。すごい。よよ。水しぶきがすごい顔面にかかる。涼しい。わあ。いいとこやん。いいとこやん。冷たい。しぶきがきます。いいね。はい、行きますか。
鈴の音がまた可愛らしい感じがして、ちょっと歩いてきたんですけど、もうここまで登ってきました。滝の上まで来てます。ここからの景色もいいな。なんかね、沢が激しくなってきましたよ。見えるかな。ここにね、橋があって、この後渡ってく橋なんですけど、こんな感じの景色です。かっこいいな。こっち橋、結構揺れるね。結構ゆっさゆっさと揺れます。でもまあワイヤーだから丈夫かな。めっちゃ気持ちいい。暑くなってきました。今日はでも白ツルティーで来たので汗をよく吸ってくれそうな綿の T シャツです。汗はあんまりかかないように頑張ります。なるほど、無理だけど一斉。休憩、リンゴタイム。お菓子じゃなかったんですけど、車にリンゴが乗ってて、車コーチできるんだと思って報道職に持ってきました。水飲めなくて糖と水分とええ感じです。もういっぱいある。雨が下の街が見えますよ。結構登ってきましたね。標高的にはそんなに高くないんですよね。ここなんかね、標高はね、今830メートルぐらいです。そんなにめっちゃ高くはないはずなんですけど、広大な景色広がってます。さすが北海道、開けたところに来ました。泡が湧いてます。冷たい。普段下の滝のところに来たかった。日が出てきてちょっと蒸し暑くなって、マジか。めっちゃ綺麗や。景色が良いな。あ、暑さ吹っ飛んだ。すごい。高原や。なんかでも、熊とか出てきたらすぐ分かりそうですね。出るかな？出ないかな？もうちょっと歩いてきます。あと350メーターだそうです。景色も変わってきましたよ。おお、こうなっとるんや。あー、景色が良い。あー、すっごいですよ。はい、というわけでめちゃくちゃ気になるところで動画終わっちゃってるんですけど、まあ今見ていただいたのは前編ということで、白鶴さんのお酒と
あと北海道の幸と一緒に感想を振り返っていこうと思います。ではまずはそのね、語りの相棒を作っていきます。じゃあまず自立できるようにちょっと浅めに切って、こうトロピカルな感じにしたいんですけど、おキウイキウイみたいに取れちゃった。せーの、バカーン、おいしそう、見てください、ウリュウネマ出現があります、ここに。やばー、こんな感じでちょっと崩しときます。よし、あ、なんか可愛い感じになってきた。ゴロゴロ、ここでお酒を入れていきます。今回使うのは白鶴濁り柚子酒というもので、スイカと柚子の出会い、果たして合うでしょうか。気になるところだけど、おお、いい匂いする、爽やか、柚子の甘い匂いします、爽やかで。あ、これかき氷とかにかけたやつかもお酒かける人いるかな、わかんないけど、私はちょっとスイカに濃いかな、でも濃い方が美味しいでしょ。よいしょ、はい、表面張力で、ここにあのお酒ではあんまりやらないと言われますけど、私はやりますよストロー。あの、今思ったのは、多分吸ってる時に種がズボって入ってってなると思うけど、でも刺す、かわいいから、ほい、はいできました。ここにウリュウヌマを感じてください。ウリュウヌマスイカ柚子酒です早速いただいていきます。いただきます。じゃあまずこのスイカと柚子酒、スイカのねエキス、果汁もバッチリ入ってます。いただきます。うん、合う、めっちゃ合う、おいしい。スイカがめっちゃ水分多くてみずみずしくて飲むように食べれるところに、爽やか柚子の原液が入りまして、めちゃくちゃいい感じにまとまってます。こんな贅沢を高原でやっていいんでしょうかってぐらいです。ってなわけでね、今日はね、山を登ってこう今食べてるわけなんですけど、意外とガシガシ上に登ってくし、なんか大迫力の滝があって、でなんかこう森の中を進むみたいな感じで、私的にはすごい満足というか、登山してるって感じでめっちゃ楽しかったです。この後もね、あの後編の方に湿原現れるんですけど、めっちゃ綺麗なんで、そちらもぜひ見てください。それでは以上、サバイドル白鶴ベースカホダンでした。まる、バイバーイ。